おはようございます。中村玄子です。本日もよろしくお願いします。本日はこんなご質問をいただきました。艦二カカ24式対極拳の前半を練習中です。手と足のタイミングがなかなか合いません。足に意識が行くと手がおろそかになり、手に注目すると重心はめちゃくちゃ。 原稿先生のレッスンを見ながらだとなんとなくできますが、自主練習だと難しいです。手足のタイミングをつかむためどうしたら良いでしょうかよろしくお願いいたします。はい。ご質問をいただきありがとうございます。足を考えれば手がおろそかになってしまい、手を考えれば足がなかなかうまくいかない。 手と足のタイミング、これをどうやって改善すればいいのか。これについて解説いたします。中村原稿の太極拳解説。まず、太極拳、武術における手と足の意識すべき比率について解説します。よく書物で見る限りでは、まずは手への意識は7、足への意識は3と言われています。 7対3の比率で上半身や手の動きに7、そして下半身の動きに3と言われています。これが基本的な上半身と下半身における意識の比率です。でも実際にこの比率でやるとどうなるのか。これは今回ご質問をいただきましたように、なかなか上半身と下半身のタイミングが合わず、しっくりきにくいかと思います。この意識という言葉、 私はすごく重要な言葉と思っています。意識というのは自分がそうしようと思って動いていること。これを意識と言いますね。手を柔らかく使おう。手の形はこういう風うにしよう。足に関してもしっかり踏もう。重心はかかとに置こう。しっかり掴もう。みたいな感じで様々なことを意識しながら私たちは動いています。しかしこの意識というのは同時にいくつも意識することができず、基本的には 一つのことしか意識できないと言われています。これはマルチタスクという考え方とは少し異なり、このマルチタスクというのは一つずつのことをやりますが、それを一気に同時進行でやっていく。その実、実際には一つずつを同時進行しているのですが、行っているときはその一つのことをしっかり意識して集中して行う。 これを同時に行うことをマルチタスクと言いますが、この意識ということにおいては、太極拳では前足にしっかり重心があって、そして腰をしっかり入れて緩めた状態で、この手をどういうふうに動かそうかっていうのは様々いろいろ考えすぎていて、手のことを考えればもちろん今回ご質問があったように足のことをなかなか考えられません。ここでもう一つ、意識という言葉にもう一文字付け加えて、下。下ですね。 下の意識、これを下意識と言います。下意識という意識によって私たちは様々な動きを同時にすることができます。この下意識、下の意識という下意識というのはどういう意識なのかということです。この下意識というのは意識してこういうふうにやろうということを何度も繰り返し行うことによってすでにもう意識をしなくてもできるようになったこと。これを下意識と言います。 例えば、車の運転なんかをしていて、信号が赤になったとします。赤になったら止まりますよね。止まろうと思った時にブレーキを踏みますよね。そしてそのブレーキの踏み方はソフトに柔らかく停止しますよね。これ、同時に一つずつ意識していたらなかなかできにくいです。あ、赤信号になったブレーキ踏まなきゃ柔らかく止まろう。これ、同時に本来できません。 これは何度も教習場でブレーキの踏み方を繰り返し行うことによって意識しなくても自然に最初意識してましたけども自然に足が自然に動いて自然に柔らかく停止するようになっていますこのことを回意識と言います何度も行うことによって自然に自分が意識していたことを行えるようになっているこれを回意識と言いますねこれを言い方変えますと 私はこの解識という言葉そのものが本来は武術の基本基礎というふうに考えています何も考えなくても自然とできるような状態そこの状態になるまでは何度も繰り返してそれが自分で自然にできるようになったそれが今の自分の基本基礎の状態ですということは太極拳の意識は足が3そして 上半身が7と言いましたが、足が3ということは、足はすでに意識ではなく、回識の状態。何も考えなくても自然に重心移動ができて、そして何も考えなくてもしっかりと腰がスッと入って緩んでいて、状態、この状態ですね。腰が緩んでいる状態で自然に足が送り出されていく。これを意識せずに自然と回識いわゆる 基礎基本のレベルで自然に行えることができる。これが本来の解析、いわゆる基礎の状態です。これができている状態で初めて7の上半身への意識をすることによってタイミングが合っていきますし、上下、相随、いわゆる下半身と上半身がしっかりと合致して強調した動きになっていくということです。中村原稿の対極拳解説。 この意識と解識意識は今考えること、今意識することは一つしかできません。解識というのは何度も繰り返すことによって自然に自分の基礎基本として何も考えずに自分がもともと意識していたように動くことができる。この解識になるまで何度も繰り返してみてください。それが自分自身の体極刑の基礎基本の状態ということです。 この太極拳の動きを反復繰り返すには、この会意識の状態、いわゆる基礎基本の状態を高めていくために行うというものです。そして実際に太極拳の意識は上半身が7、そして下半身が3と言いましたが、太極拳の練習においてはその逆です。足の練習が7、そして手の練習が3なんです。 ということは、足の練習が7ということは、まず歩行練習、前に進むときの歩法ですね、歩行練習を7割しっかりやってください。体極拳は、通路といって、カンカ24式体極拳など何度も通すことではなく、足だけの練習が7割です。前に進むときの重心移動、そして強調性、そして腰股関節の使い方、これを7割しっかり行うことによって、足の動きがしっかりと 会式の状態になってきますので、そうすることによって、実際には足は会式の状態になっていますので、意識が7割上半身にあったとしても、足が会識ですので、うまく強調することができると思います。体極拳の下半身の動きと上半身の動きを合わせる、強調させるためには、下半身を会識 いわゆる下半身の基礎をしっかり高めることによってバランスが取れ、そして強調することができます。意識と解識ぜひ参考にしてください。ご視聴いただきありがとうございました。中村玄光でした。